外、真っ暗。まだお昼過ぎなのに。なんだか一雨来そうね。あんたたち気をつけて帰りなさいよ。大丈夫、ちゃんと傘持ってきたから。これぞまさに濡れぬ先の傘、ずらん。それでは沼津組、一足お先に失礼するね。よっさらー、バイバイずらん。さて、私たちもちゃっちゃと支度して帰りましょうか。うん。それにしても最近天気がすっきりしないね。ま、この時期はしょうがないわね。洗濯物も乾かないし、心たちの服を洗うのも一苦労よ。へえ、ニコさんが洗濯してあげてるんですね。さすがお姉ちゃん、すごい。別にそれくらい大したことないわよ。照れちゃって。そんなんじゃないわよ。あ、雨。しかもすごい土砂降り。ヨウと花丸、大丈夫かしら。ちょっと心配ね。それが大変なことになっちゃって。大雨で電車が止まっちゃったじゃん。花丸、大丈夫？うん、ちょっと冷えちゃっただけだから。はい、紅茶これ飲んで体を温めなさい。うわー、雨つゆをしのぐ屋根に温かい紅茶まで。ここはまるで天国ずら。大げさね。はい、用もどうぞ。ありがとう。雨がすごすぎて傘なんか全然役に立たなかったよ。必要だったのは濡れぬ先のレインコートだったみたいずら。ただいま。ただいま戻りました。おかえり。どうだった？学校に許可をもらってきました。電車が動くまでいていいって。助かった。しずくちゃん、りなちゃん、ありがとう。ありがとう。いえいえ、困った時はお互い様。さてマキ、私たちはどうする？先帰る？そうね。雷。私たちも雨宿りさせてもらった方が良さそうね。じゃあみんなで待ちましょう。でもただ待つのも退屈ね。何か楽しいことがしたいわね。だったら、しずくちゃん、みんなにあれを見てもらうのはどうかな。あれ？うん、この前秋葉で手に入れた例のあれ。ああ、あれ、りなさんいいアイディア、みんなで見よう。あれって何？なんか期待しちゃうね。
待外れだったら承知しないわよ。安心してください、皆さんの期待は決して裏切りませんから。このビデオはあの幻の映画じゃない。ミコさん知ってるんですね。ええ、隠れた名作ってネットで話題になってたの。私も探してたんだけど全然見つからなかったのよ。それビデオテープだよね。映画がその中に収められているなんて、未来ずらー。いや、どっちかっていうと過去かな。それ、珍しいの？激レアよ！あんたたち、一体どこで手に入れたの？秋葉で、しずくちゃんと一緒に探したの。この映画の鑑賞会をするのはどうでしょう？それ最高！はしゃいじゃってまるで子供ね。うるさいわね。それでは早速再生を。わあ！何？何が起きたの？停電みたい。雷が落ちたんだ。何か明かりになるものを探さないと。みんな落ち着いて、すぐ何とかする。スイッチオン。わあ。何これ、ミラーボール？すごい。けどりなちゃん、なんでこれ持ってたの？電子回路の授業で作った。え？自分で作ったの？うん。さすが情報処理学科だね。こんなものまで作れちゃうなんて。未来ずらー。これはスイッチ一つで懐中電灯にもできる。非常時対応もバッチリ。何それ、完璧じゃないでしょ。りなちゃんボード、えへん。すごい雨、なんだか嵐の海を行く船みたい。しけの時はパパもこんな気持ちなのかな。何一人で浸ってるのよ。ごめん、地面が水浸しになってるのを見てたらなんだか船に乗ってるみたいだなって。電気復旧しませんね。ネットも繋がらないし、一体どういう状況なのかしら。ま、しばらくじっとしてるしかないわね。りなちゃんのミラーボールがあってよかった。これが唯一の希望じゃ。作ってよかった。りなちゃんボード、にっこりん。ん？でもその光なんか弱くなってない？言われてみればそうね。それどころか、だんだん明かりが小さくなっているような。あ、消えた。うん、バッテリー切れ。うわー、絶望ずらー。アナマルちゃん、しっかり。こういう時は深呼吸だよ。はい、一緒に。
かくのお宝映像もお預けだし、ついてないわね。はあ。皆さん、私から一つ提案があります。これから学校探検をしませんか？学校？探検？はい。さっき見ようとしていた映画なんですが、台風の日に生徒たちが学校に閉じ込められてしまうというお話なんです。それって今のマルたちと似てるね。その中に暗い校舎の中を冒険するシーンがあって、それがとっても楽しそうで、私もそんな体験をしてみたいって思ったんです。ですから皆さん、その私の夢を叶えるため協力してもらえませんか？なるほど、そういうことだったら、その夢叶えちゃおうよ。静かに。行ったみたい。ふう、危うく見つかるところでしたね。っていうか、なんで隠れなくちゃいけないのよ。学校に許可取ってあるんでしょ？うん、だけど映画にそういうシーンがあったの。確かにあった。先生に見つからないように机の陰に隠れるシーン。これでまた一つ夢が叶っちゃった。ふーん、本当にその映画が好きなのね、しずくは。それにしてもなんだかちょっと悪いことをしてるみたいな気がする。なんでだろう。うん、なんでこんなにドキドキしちゃうのかな。暗い格好で先生に隠れてこっそりだから。みんな子供ね、そんなことではしゃいじゃうなんて。そういうニコちゃんだって一緒になって隠れてたくせに。それはあんたもでしょ。別に私はみんなに合わせただけだし。二人とも素直じゃないずら。誰がよ。で、しずくちゃん、その映画他にどんなシーンがあるの？それはですね、私はスクールアイドルが大好きです。しずくちゃん、自分の気持ちを思いっきり叫ぶ、そんなシーンがあったんです。ちょっと、だからって唐突すぎるでしょ。先生に聞こえてたらどうするの？そういう時は逃げればいい。あ、しずくちゃん待って。このシーンも映画にあった。その気持ちわかる気がする。なんだか嵐の日って落ち着かないよね。気持ちがそわそわ
ふわふわ、そんな感じだから思わず走りたくなっちゃうずら。まったくしょうがないわね。ところでここは音楽室です。ねえマキさん、お願いがあるの。今度は何？ピアノを弾いてくれない？ピアノ？そのシーンも映画にあったってわけね。はい、だから再現してみたくて。お願い。ま、乗りかかった船だし、ここまで来たら最後まで付き合ってあげる。ありがとう。リクエストがあるなら聞くわ。と言っても私が弾けるのはジャズかクラシックくらいだけど。選曲は任せるよ。マキさんの今の気分で選んで。だったらこんな曲はどうかしら。どう？好きだった。嵐みたいに激しくて、でも繊細で心が震えた。リナちゃんボードチーン。すっかり聞き惚れてしまったずら。うん、時が経つのを忘れちゃうね。さすがマキ、ピアノの腕は超一流ね。な、何言ってるのよ。私の力というよりは偉大な作曲家のおかげね。有名なクラシック曲だから。それより外を見て。外？あ、雨が上がりましたね。すっかり晴れたわね。さっきまでの雨が嘘みたい。うん、電気も復旧したし。ヨウちゃん、電車はどう？ネットの情報だと動いてるって。よかった。でもダイヤが乱れてるからすごく混雑してるみたい。うん、沼津までは厳しい旅になりそうずら。それにしても雫には助けられちゃったわね。ん？何がですか？さっきはしゃいで見せたのわざとでしょ。ああ、みんなが暗い顔してたから励ますためにわざとそうした。違う？バレていましたか。え、そうだったの？なるほどね。雫にしては妙にテンションが高いからおかしいと思ったのよ。それもあるけど、でもそれは気持ちの半分。もう半分は本当にワクワクしてたの。なんだか映画の主人公になったみたいで、その気持ちをみんなと共有したかったんだ。確かに、嵐の日に学校に閉じ込められちゃうなんてめったにない体験だもんね。うん、まるで小説の中にいるような、そんな気分を味わえたずら。嵐の学校で演奏するのも悪くなかったわね。暗い校内を走るの楽しかった。あのビデオを見られなかったのは残念だったけどね。そうですね、私も見たかったです。
でもね、しずく、あなたには感謝してる。雨で最悪だったはずの日が最高の思い出になった。私もすごくドキドキしちゃったわ。潮風が気持ちいいわね。ほんと、天気もいいし、絶好のお散歩日和だね。悪かったわね、よう。私のわがままに付き合ってもらっちゃって。ううん、浜辺の散歩くらいならいつでも付き合うよ。それにしても、マキちゃんから今日空いてる？なんて聞かれるとはね。もしかして告白ってドキドキしちゃった。ちょっと、何言ってるの？そんなわけないでしょ。冗談だよ。それにしても、海が見たいなんて何かあった？別に。そっか、悩みがあるなら話を聞こうと思ったんだけどな。そんなんじゃないわよ。次の新曲の構想を練ってるところなの。この前、雨の日に虹学に閉じ込められちゃったことがあったでしょ。あの体験から着想を得てね、雨とか海とか水にまつわるモチーフの曲を作りたいと思ってるのよ。そうだったんだ。海はいいわね。波音を聞いているだけで穏やかな気持ちになる。考え事をするにはぴったりね。でしょ？私も大好き。いい曲作ってね、マキちゃん。ありがとう。完成したらあなたに一番に聞かせるわね。演出プラン、明日までに作らないといけないのに。どうしよう、このままだとみんなに迷惑かけちゃう。ヨウちゃん、一旦落ち着こう。でも焦ってもいい考えは浮かばないずら。だからこういう時は深呼吸、せーの。はぁ、どう？うん、落ち着いた。ありがとう、花丸ちゃん。どういたしまして。この間、大雨の時に助けてもらったお返しずりゃ。あ、虹学の時の。電車止まっちゃったり停電したり、あの日は大変だったよね。うん、でも真っ暗な中、りなちゃんがミラーボールを出してくれて、あれには本当に助けられたずら。ミラーボール。あ、どうしたずら？それだよ、次のライブあのミラーボールを使わせてもらおう。あ、それいいかも。暗闇で輝く幻想的な光、次のライブにぴったりずら。でしょ？そうと決まれば早速連絡だ。おめ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 。
外眺めてた。もう3日連続で雨。太陽は消えた。これは終わりの予兆。ラグナロクの時は近い。ピンポーン、正解。最近ハマってるゲームがあるんだけど、それが北欧神話モチーフなの。このどんよりした空を見てたら、ついそのゲームのセリフを思い出した。そう言われるとなんだか恥ずかしくなってきた。リナちゃんボード、テレテレ。これ。うん、ネットで対戦してランキングを競うの。朝から晩までたくさんのプレイヤーが参加してるんだよ。興味ある？じー。ネットにはオンラインでつながってるたくさんのプレイヤーがいる。でも今こうして身近であなたとつながってて、うまくは言えないけど、なんだか嬉しい。本当？新たなライバル出現。でも負けない。リナちゃんボード、メラメラ。私は一緒にたくさんのものを見てきた。楽しい日、嬉しい日だけじゃない。苦しい日、辛い日には雨の中涙を流したこともあった。でもそんな日もずっとは続かない。雨が涙を流してくれるから。それを知ることができたのはあなたがそばにいてくれたおかげ。だから今度は私があなたに教えたい。あなたの空が晴れるまで声の限り一緒に歌おう。